自民党片山さつき議員が LGBT 法案に不安を抱く女性の声を国会で取り上げてくれたみたい。 LGBT 法案に関しては多くの女性が女性用浴場や女子トイレのあり方に不安を抱いている現実があるでしょ。つい最近では心が女性の男性が女湯に入ったことで警察に逮捕され、心は女なのになぜ女湯に入ってはいけないのかと主張しているような異常な状況だからね。多くの女性が不安を抱くのは当然だよ。ではそんな片山議員の国会答弁を見てみてよ。もじゃもじゃパー×包括適正教育。片山さつき議員、ありがとうございます。 LGBT 理解増進法制実時に我々自民党議員102名で全ての女性の安心安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟を設立したことは総理にもご報告しております。直近の経産省トイレ判決、性同一性障害特例法の、生殖不能要件違憲決定以降、全国の女性や女児を持つ父親から学校のトイレやプールの更衣室、公衆浴場やホテル旅行、ホテル旅館の大浴場等を、従来生物学的な区分ないし、外国外部から分かる身体的特徴で男女区分を判断されてきたものが、ご本人の性自認のみで立ち入れるようになる危険性があるのではないかという非常に強い不安の声が押し寄せています。実際に性自認女性を主張して公衆浴場の女湯に侵入した男性を逮捕された報道が出ていますが、国民は今捕まえられているから安心などとは全く思ってなくて、LGBT 理解増進法の成立や最高裁の判決等を見て、今後違憲状態を解消していく上で、これからも逮捕できるのか、注意した側がかえって差別だと訴えられないかというような心配をしておられるわけで、事業者からは不安、苦情、そして漁営業権への侵害という声も上がっております。あくまでも性同一性障害で医学的に治療を要する方についての戸籍上の性別の問題とされており、補足意見でも合憲の状態にする上で生殖不能要件規定の削除にとどめるのか、それに代わる要件を設ける等とするかは完全に立法府の裁量権に委ねられていると明記しているところです。国民の不安を取り除くため、立法府と執行する行政に課せられている責任は非常に重いです。LGBT 理解増進法12条には、すべての国民が安心して生活できることとなるような観点から、政府に指針の策定が求められています。私たちの議連も、必要なら女性専用スペースを守る議員立法も考えるべきとの方針も含めた声明をすでに出しております。日本全国の6400万人の女性たちの安心と安全、いわば究極生存権を現状より1ミリたりとも危うくすることがないように、岸田総理の基本的なお考えをお伺いして質問を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。素晴らしくない？片山議員の言葉の節々に女性の尊厳を守るとの強い意志が感じられるよね。片山議員には本当に感謝しかないよ。そんな片山議員の国会答弁に対し、ネットでは次のような声が上がっているみたい。片山さつき議員、不安に思うことを国会で質問してくださり本当にありがとうございます。片山さん素敵すぎる。それに比べて不安の声がのあたりで叫ぶやつ、あたおかすぎて草越えて虹。誰やねん、ヤジ飛ばしとるのは。ヤジ飛ばしてるやつの顔が見てえな。誰だ？片山議員の発言にヤジがガンガン上がってるけど、野党は有権者の半分を占める女の生存権なんかどうでもいいってことでいいのかな？いいのかも。ヤジ飛ばしてる人、誰ですかい？この片山議員の女性の安全安心に配慮してほしいという発言は至極真っ当なものです。女性の声も聞こえる。信じられない。これにヤジ飛ばしてるやつはどんな神経してるんだろう。ヤジを飛ばしていた議員の情報が欲しいですね。落選させる。 LGBT に関する国民の不安を代弁してくれた片山さつき議員、この参議院本会議での代表質問は意義深い。もうこれで国会議員は実情を知らないなんて言えなくなった。さあどうする。声の大きな少数派の意見を重要視しているか、こんな法案をあっという間に通してしまうのでしょう。最高裁の判決に凍りついた人は多いと思います。
本来は LGBT 法案を決める前にもっと他の奴らも声を上げるべきだった。なんであんなクソな法律通したの。よく言ってくれました。岸田はどう答えるか。キッシーの回答。多様な意見を聞きながら検討を進める。検討し健在。何を考えているのか全くわからない。この法律自体、成立時からおかしなことばかり起きていて、まともなものではないです。政治に何が起こっているのでしょうか。ポリコレ配慮はいらない。そもそも、こんな悪法を作らなきゃよかったのに。確かに片山議員の国会答弁中に飛び交っているヤジ。ふざけてるよね。っていうか、なぜ今回の片山議員の国会答弁にヤジなんか飛ばせるわけ？ヤジが飛ぶような内容だとは思えないんだけど。そう思わない。しかし、今回片山議員の国会答弁中にヤジを飛ばした議員は、すべての女性の敵だとしか言いようがないよね。今回ヤジを飛ばした議員は、次の選挙のためにも全員情報を開示すべきだよ。とにかく、今の LGBT 法案に関しては、どう考えても不備があるので、早急の法改正が必要だと思います。例えば、厚労省の公衆浴場などでは、従来通り身体的特徴で男女を判断し、混浴させないよう求める通知を、通知ではなく法制化し、心が女性で体が男性の人が女湯や女子トイレに入れば、LGBT 法案関係なく、問答無用で逮捕できるようにするなど、改善を図るべき。そうしないと、LGBT 法案がある限り、多くの女性の不安はずっと払拭できないと思う。多くの政治家は、生物学的女性の立場に立ち、LGBT 法案の見直しを行うようお願いします。これは急務です。迅速に動くようお願いいたします。